こんにちは、ラボンヌタブル中村です。今日はですね、鶏肉の蜜焼き、聞いたことないですよね。僕が作った料理なんですよね。すごい美味しくて、めちゃめちゃ簡単で、まかないでも冗談抜きで100回は僕作りました。そんな僕の得意なまかない飯を作っちゃおうかなと思います。今回のレシピで一番大事なのは計量。僕あんまり計量キャラじゃないですよね。レシピなんて僕は持ってないぜとか言っちゃうようなシェフなんですけど、この料理に限っては本当に計量が大事なんですよ。まずこのお肉、これを測ります。 309g、 310ですね。その 1% の塩と 10% の砂糖。 10% の砂糖っていやいや嘘でしょって思いますよね。本気です。まず鶏肉、ボウルに身を上にしてポンって置きますね。計量します。この鶏肉の 1% は 3.1g なんで 3.1g 測ります。そしたら 31g の砂糖入れます。多いっすよ。大丈夫ですか。デザートでも作ってるんですか、鶏肉って感じですよね。これをゴム手袋みたいなものをねつけて、ちょっとこっからね、もう手品みたいなもんですよ。いきますよ。いっぱい砂糖があります、いっぱい塩があります。これがなんと10秒後にはあれ、どっかに行っちゃった。これぐらい吸収するんですよ。さらにさらにもうちょっと揉んでください。ギュッギュッギュッと。この料理はね、ここがポイント。塩と砂糖を揉み込む、艶やかな感じになってきましたね。そしたらラップをして冷蔵庫で1時間以上マリネします。1時間ぐらい経つと周りの砂糖が全部消えるんで、そうなったら OK です。なので別に2時間3時間つけてもらっても構いません。ご自分の都合のいいタイミングで OK です。はい、1時間後行います。すげえ、何この液体。ただの水じゃなくて、なんか妙につや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 してますよね。キラーンって感じだし、鶏肉見てください、ちょっと赤くなりました。鶏肉が離水して、あと砂糖が溶けてこういった状態になってます。僕はこの鶏から出たこの砂糖のことを、僕の中で勝手に蜜って解釈しますね。鶏蜜ってやつですね。はい、鶏蜜、ちょっとなんかセクシーな感じですけど、ここでまた計量します。醤油も砂糖と同じ 10% 入れます。今日はちょっと数学の授業やってみたいですね。さっきから 1%、10%、10%、1% ですね。なかなかどうしちゃったんじゃない中村って感じですよね。数学だったり科学だったり、いや料理ですけどね。はい、31g 入れます。まあトングとかでいいんで、こうやってちょっと揉み込んで、はい、今度は鶏肉の皮を上にして、身を下にしてつけていきます。また1時間ほどマリネします。醤油をギュッと染み込ませます。なのでラップをしてまた冷蔵庫に入れていきます。時間もかかるんですよ。だけど待つだけなんで、これを手間と捉えるか時短と考えるか。作業してる時間は時短なんで、これを冷蔵庫にしまいます。1時間で、1時間後これをひっくり返すと、完全に中までバシッと決まった鶏のもも肉です。これを水分とお肉に分けます。ちょっとお肉をこうやって支えてもらって、しばらく放置します。だいたい30秒ぐらい、こうやってピッピッピッって落ちますよね。ここが一番地味な作業です。なかなかね、こんなことを30秒我慢できる人はあんまりないと思うんですけど、我慢してください。ちょっと面白くなって1分間ぐらいやっちゃいました。はい、そしたらバットに移して、この出てきた汁、これはソースにするんで、こういった鍋に移し替えます。このお肉なんですけど、オーブンで火を入れていきます。結構醤油とか砂糖とか入ってるんで、まあ、パリパリじゃないんですけど、結構香ばしく焼けるんですよね、オーブンだけで。業務用なんでちょっと220度にしてますけど、ご家庭用だと大体マックスが250度ぐらいかな。マックスで大丈夫です。一番高い温度にして大体 300g ぐらいやったら15分以上加熱します。ちょっと焼いてる時にこっからちょっと汁が出てきちゃうんですよ、こういう風に。なんでちょっと汚れるのが嫌だなっていう方へのワンポイントアドバイス、ちょっとアルミをこうやってやっておくと、まあ、焼いた後にこのアルミを剥がせば、いくらこびりついても掃除するのは大変じゃないんで。はい、そしたらオーブンに入れます。オーブンの上段と下段があったとしたら、ご家庭のオーブンによっても違うと思うんですけど、強い方で、とにかく強い強い強い。ご家庭のオーブンはプロからするともっともっと強いの開発してもいいんじゃないのってぐらい弱いんで、とにかくマックス、何にも考えないでマックス強火でいってください。では焼いてる間にソースを作るっていう作業と、あとは付け合わせのちょっといい感じのチンゲン菜を作っていきます。じゃあまずはチンゲン菜からやっていきますね。チンゲン菜ってね、なんか中華丼っていうイメージが強いですよね。すごい売ってるけどあんまり接しないか、
僕だけかな、もしかしたら。でもこいつも結構切り方一つでだいぶおしゃれになるんで、じゃあまずは下を落としてチンゲン菜を剥がしていきます。まあこんぐらいですかね、今日は。葉っぱと茎にちょっと分けます。葉っぱは結構縮むんで半分ぐらいでこんな感じで、この茎をちょっと細めに切ります。こうやってあの茎を細く切ることによって結構あっという間に火入れをすることができるんですよね。じゃあフライパンを熱しまして、そこにあのごま油を入れます。結構高温にします。ごま油の香がふわーっときたら、で軽く塩をして、青いところがしんなりとしてきたぐらいのタイミングで、はい、こんなもの OK です。はい、じゃあ次にソースを作っていきます。ソースはすごい簡単、弱火で煮詰めるだけです。でこの時に例えばですけど八角とか山椒とかを入れると中華風になります。でクミンとかコリアンダーとか柑橘の皮とか入れるとちょっと洋風になります。ちょっとランプラー入れてパクチーとか入れるとエスニックな感じになったりとか、いかようにも変幻自在なソースですね。今日はプレーンでいきます。何にも入れなくても美味しい。あれを入れて大丈夫ですか、これを入れて大丈夫ですかって結構あるんですけど、まあ、大体大丈夫ですね。ニンニク、生姜、長ネギ、他何かありますか。逆にリンゴ、リンゴはすごいいい香りしてきましたね。これ今こんな少しやってますけど、まかない作るとき多いところだとなんか20人とか30人とかいるんですよね。その時にこの料理があれば鶏肉つけてオーブンの中に入れておしまいなんですよね。だめちゃめちゃ楽なんですよ。でちなみにこれちょっと真空パックになってるんですけど、これ鴨です。鴨のもも肉の三つ焼き、うちのまかないです。今日は鶏でやってますけど鴨でやっても美味しいですし、豚肉も超美味しいです。ヒレ肉とかロースよりかはバラとか肩ロースですね。昔ラブンタブルもお弁当を作ってたことがあったんですけど、コロナ禍でその時もこの鴨の三つ焼きっていうのが一番人気でしたね。ソースが煮詰まってきました。こんなとこですね。さっきまでただのね漬け汁だったんですけど、ソースに変わりました。じゃあどんどん仕上げていきます。こんな感じですね。まあ美味しそう。この見た目がだいたい焼き上がりの目安ですね。肉がキューッと縮まって、ね、肉の脂が結構出てきて、裏はこんな感じですね。どうしても不安だったら一番太いところ、こういうところにちょっと切り込みを入れてあげて、カンニングですね。火入ってるかな入ってるわみたいな。カットしていきます。パリッパリですね。なんか北京ダックみたいな見た目しますね。そうしましたら先ほど炒めたチンゲン菜を皿の中央に、鶏肉を、そして仕上げに先ほど作ったソースに焼いた時に出てきたジューシーな油や液体もこの中に入れます。そして軽く煮詰めて、熱々の熱々の熱々のソースを鶏肉にかけます。おいしそう。来たかな。あ、来たね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 。おいしいソースができちゃったよ。かけます。鶏の三つ焼きの完成です。 YouTube 始めました。チャンネル登録よろしくお願いします。ではいただきます。いやこれは本当にね、もうまかないでも100回200回は作ったかな。とにかく思い出の懐かしの味です。でまかないなんで、ちょっとせっかくなんでスタッフに食べてもらおうかなと思います。じゃあちょっと今やってみますね。おーいマイクの関係でこのマイクだなるほど、わかりました。じゃあいただきます。美味しそう。よく出すよね、シェフと言ったらこれみたいな感じです。一時期すっごい食べてました。なんか困ったら三つ焼きだよね。まかない作れなそうな日とか。そう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 。いただきます。シェフの味っていう感じですシェフの味。この鶏の感想は どんな感じ。甘じょっぱいです。甘じょっぱくて、うん、ちょっとこってりしてて、うん、でもそんなにくどくない。あとお米が欲しいです。そうだね、これお米をめちゃめちゃ食えるんで、まかないってお米がどれだけ食べれるかが重要なんですよね。特にホールスタッフはもう極限状態なんですよ。食いて食いて食いてって、だからずっとキッチンの美味しい香りを嗅ぎながら美味しい料理を運んでる。でも自分は食えないんですよね。なんでめちゃくちゃ腹減ってるんですよ。そんな時にこれ出てきたらみんなあれだよね、万歳してるよね。そうですね、おー肉だイエーイみたいなね
三つ焼きってもう浸透してるんで、うん、みんなすごい喜びます。丼にしてみょうがとかと一緒にボンって出すっていうメニューです。そうです。ちょっと慣れない感じですけど大丈夫ですか、はい、大丈夫です。まかないには最高最高最高な料理です。ぜひ作ってみてください。ぜひ作ってみてください。